飛べ、トンヒロウス、デイフォー、感情の波乱、ブロイ・ユサバーがもたらす衝撃の心理効果。ブロイ・ユサバーは、活気に満ちた音楽の夜に現れる冷たい水の入ったブラスのような存在です。音楽の世界において、時には一曲が一つの感情を表現し、聴衆の心を揺り動かすことがあります。その中で、ブロイ・ユサバー、ブロイ・ワカバーという曲は、まさにそんな魔法を持っています。 私たちを取り巻く生活の中で、感情のバランスが乱れたり、ストレスが溜まったりすることは珍しくありません。そんな時、音楽は私たちに心の安らぎをもたらし、感情を再調整する手助けをしてくれることがあります。ブローイユサバーは、活気に満ちた音楽の夜に現れる冷たい水の入ったグラスのような存在です。 この曲は、優しくて奥深い歌詞と共に、私たちの心に届き、感情のバランスを整えるのに役立ちます。この曲を聴くことで、誰もが自分の感情を受け入れ、再び歌い続ける勇気を与えられるでしょう。この曲の特徴の一つは、翔くん、岸優太くん、神宮寺くんという才能あるアーティストたちの優雅なダンスとの調和です。彼らのパフォーマンスは、曲の雰囲気と非常によく合っており、聴衆を魅了してやみません。 特に、岸優太くんの歌声は、この曲のキーとも言える存在です。彼の声は、聴く者の,の心を奪い、その美しい旋律は深く心に響きます。この曲に対するファンの反応も熱いものがあります。彼らは、岸くんや神宮寺くん、平野紫陽くんなどのアーティストたちの才能に惹かれ、彼らのパフォーマンスに感動しています。特に、ライブで彼らの姿を見たいという願望は強く。 それがどれほどの人々を惹きつけているかが伺えます。一方で、ブロイ・ユザバーが持つ深い意味についても多くの議論がなされています。歌詞の一節には、好きになればなるほどつかめなくなっていく、近づけば近づくほど遠のいていくというフレーズがあります。これは、愛することの複雑さや不確かさを表していると解釈されています。紫輝くんの声で歌われるこの部分は、多くの聴衆の心に深く刺さり、彼らの感情を揺さぶります。 さらに、ブロイ・ユサバーが所属する、トベの活動も注目されています。彼らの東京 B ライブでは、たった4日間で22万人もの観客を動員し、その規模の大きさが示されました。この成功は、彼らの人気と影響力の証であり、彼らが音楽業界でどれほど重要な存在であるかを物語っています。最後に、ブロイ・ユサバーのファンたちが待ち望んでいるのは、全国ツアーの実現です。彼らの熱狂的な支持者たちは、 彼らのお気に入りのアーティストたちのパフォーマンスをもっと近くで見たいと願っています。この期待に応えて、彼らがさらに多くの場所でライブを行うことで、ファンとの絆がより深まることでしょう。ブロイ・ユサバーは、単なる一曲ではなく、私たちの心に響く感動の物語です。その美しい旋律と深い歌詞は、聴く者の,の心に長く残り、私たちの日常生活に癒しと感動をもたらしてくれます。彼らのパフォーマンスは、 聴衆を魅了し、彼らの才能と情熱を称賛する声が絶えません。これからも、彼らの音楽が私たちの心を豊かにしてくれることを願いつつ、彼らの活動に注目していきたいと思います。では、最後に皆さんに質問です。あなたのお気に入りの音楽は何ですかそれはあなたの心にどんな影響を与えていますか音楽があなたの生活に与える意味について考えてみましょう。